この問題っていうのをどういう風に解決するのか、これを小田先生がこの少年漫画で描いてるのがすごいよね。さあ来ましたよ、最新話1098話。うわ来た、ボニー誕生。うわそこまで行くの。さあ扉絵はブルクが電気うなぎの電気を使ったエレキギター、なるほど、ソロを弾いているところと。ワンピースの世界にね、この電気を利用したこう機材というか、そういうのがあるのかどうかっていうのがね、長年議論されておりますが、ここは、まあ、まるでワンピースの世界の中にね、電気というエネルギーがないからこそ電気うなぎの力を利用しているみたいなね、感覚も受けますけども、どうなんだってね。さあどうなっていくのでしょうか。革命軍総本部バルティゴと、革命の勢力は拡大するもという、ね、援軍要請サウスブルー、トゥミの反乱が劣勢、無理、私たちゴア王国で怪我人いっぱい乗せちまっちゃぶると。うわー、なんかだからこれゴア王国で怪我人ということはサボ乗ってるっつ話だね、このタイミングね。俺が行くよと。吉名クマ、バナータ無茶しすぎなのよ、あれ以来誰だどこから。トゥミの反乱にクマが来てるけど、まあジニーがさらわれて、うわクマが、なんかクマの表情すごいよねこれね。はい、天竜人に目をつけられてたようでということで、うわーもううぜーよ天竜人よ。天竜人の妻にと政府の船で連れ去られました。勝ったぞ、3年間の戦いが実を結んだ革命軍のおかげだと。部隊を思わぬ横槍で全滅、申し訳ありません。革命軍こそ市民のヒーローだというね、ヒーローになりたいクマと、それを救えなかったクマっていうのがなんかこう皮肉的に描かれてるみたいな話なのかな。それを横目で見るドラゴン。革命軍軍隊長ジニーが天竜人の妻としてさらわれた日から約2年が過ぎて、おぎゃおぎゃついてボニーとクマ、ジニーから連絡が。なんかボロボロの船で、え、これジニーが乗ってるってこと。病気になっちゃってさ、もういらないって捨てられた。ラッキー病気、みんなにまた会いたかったけど、これはお別れの通信なんだ。クマチ帰ってきたよ下界へって言ってるから、やっぱりジニーだな。ジニーがボニーを連れて革命軍のところに帰ってきたけど、病気になっちゃってお別れの通信ってこと。でもボニーだけはなんとか頼むみたいなこと。何言ってんだジニー、もう二度と会えないと思ってた。そこどこだ、すぐ言いに行く。ごめんクマチ、うちも死ぬんだ。気持ちは嬉しいけど絶対会いに来ないで。ドラゴン兄貴、優しすぎるクマチをよろしくな、どいてくれ。あいつの帰る場所なんか一つしかない。そしてクマチ、ずっとずっと大好き。うわ、ちょっともうやめて。マジでボロボロになってんのかや。ちょっと待って。あー、いわゆるこの教会に来てたってことなんだ。いるけど、顔も体も全身。うわー、なんか体に斑点みたいなの。線香を浴びると青く石みたいに皮膚が固まる。何その病気。そんな病気出てきてないよね。足まで全部石みたいになっちゃってるってこと。結婚しようよ、くまつ。お休みしてやるから。もし自分に何かあっても、子供が生きていけるように命あるうちに日の当たる海を渡ってここにたどり着いてます。うわー、これ、やばいな。これはかなりの胸くそだな。さらわれて、妻にされて、天竜人の子供を産まされて、病気になって、捨てられたと。子供はつまりボニーってことで、まあ、いろいろな考察なされてましたけど、ジニーと天竜人の子供っていうのがボニーであると。で、ボニーはそのことを知って、ニキルームでああやって泣いたっていう話なのかな。いや、これかなりの胸くそじゃね。匂わせというかさ、例えばフィルムゴールドのキルド・デ・ゾーロだっけ？あいつとかも確か政府を憎む理由っていうのが、婚約者を天竜人にさらわれて妻にされたみたいなさ。で、その後の描写って確かそんなに詳しく書かれてなかったりするよね。子供生まされたまでは書かれてなかったりしたと思うんですけど、もう完全にこれ、子供をはらまされたって話だもんね。無理やり。いや、やば。なんだこの胸くそ。で、おぎゃおぎゃ、ジニー安心してくれ、この子は俺が育てると。やば。ミルクの角度が違う、ボニーちゃんがクリストを私に貸してみてと。まあこの後ボニーが育てていって、まあ我々が知っているボニーと優しいお父さんクマっていう関係性にここからなっていくっていう話なのかな。イケル口だのボニーちゃんと、ジニーみたいな大食いになるぞってお父さんって呼ばれてくる日があると。うわー、なんか髪の毛伸びて、なんかちょっとあれも思い出すっすね、フィッシャータイガーとコアラの関係性もね。なんかコアラにちょっと似せて描いてるかな小田先生。少年のサボンもいる。何してるお前、教会の窓という窓を閉ざして扉を閉めろと。目の下見てくれ、青い石。うわ、お前これジニーが死んだ時の。え、ボニーもこの病気になったってこと。だからジュエリーボニーってことこれ。医者呼んでくれ頼む。いやー、日に当たると本当にちょっと大丈夫これ。バカ言うな、白炎病でもないしな。ごめんね、知らない症状。あれでもボニー生きてるよな今も。ボニーも同じ病気になっちゃうな。ああ、どうしていいかわからないがそばにいたい。よく分かった、後悔なく生きろ。あ、革命軍やめるっつってんの。
俺たちも世界中の医者に当たってみる。オンニキルドラゴン。で、7年前まで来ました。ボニー5歳。あ、ということはボニーこれ12歳であることが確定したのかな ?7 年前の時点でボニー5歳ならね。なるほど。なんかもうちょっと小さい可能性も考えたんですけどね。7歳、8歳ぐらいかなとも考えたんですけど、12歳ぐらいなんだ。なるほど。が逃げると吸血鬼に食われると、ロド出来上がれクソガキども。ボニー5歳。教会はここだと。お前はここまでだろ。外に出れねえ吸血鬼、十字架を喰らえ。牧師っていうのもそうだし、この十字架っていうのがなんかまた改めて強調されてるのもそうだけど、やっぱりこれ旧約聖書とか、そっちの方を小田先生が配置してる感じがしますよね。吸血鬼って言われてんだ。で、十字架を喰らえ、教会ここだと。外勘弁してくれ、玄関先もヒヤヒヤするよと。ボニー太陽の下で動いてんじゃん、活発に。どうなん?現在はね。外も出れない状態だったんだ、子供の頃。分かったよ、お父さんの悲しむ顔見たくないし。いい子に育ってやめろな、キムシと。あいつらさ、また私の顔の石バカにしてきたんだ。変なのかな?仕方ないじゃん、病気だもん。その宝石が?ほら、綺麗だから羨ましいんだ。そうかな。あ、私は大好きだと。ボニー、病気が治って旅行するならどこに行きたいってボニーに言ってるわ。うわー、なるほどな。こう、なんかすごいね、回収が。うん、空島知ってる。あ、空島行きたいんだ。空に島があるのか。それ、私本で見たもん。太陽に近いからニカがいるかも。そしたらお父さんも楽しみだねってニカのこと教えてんだな。どん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 。空が大冒険だな。ボニーが20歳になってからにするか、19歳はどうだ。巨人と。うわ、なんか、歴史的にめちゃめちゃ重要なところに行きたがってるっすね。子供のボニー。巨人島と空島。娘さんの症状、性玉林という難病です。出るのか、すまない。声を小さく。近年ごく稀に効く病気で、日光、月光、すべての自然の光で、あの石は広がります。しかしそれを完璧に防いでも、時間による進行は止められない。日光、月光、全部ダメ。こんな病気が自然界に生まれんのかな?なんか悪魔の実の力とかそういう話なのか?はっきり言いますが、娘さんの命は持ってあと5年。10歳の誕生日に迎えることはないでしょう。治療方法は現在のところありません。10歳。そんなあんな元気に育ってるじゃないか。何か治療法は本当にないのか。ここに寝てたんじゃ聞いちゃった。10歳って。10歳何が ?10 歳って聞こえたよ。あれ少し泣いてる?私の話かな。10歳、10歳で、うわ、辛い。10歳でお前は死ぬとは言わねえよな。お前の病気だがボニー、あの医者め、10歳になるまでは治らないって言うんだ。そんなにかかるのかって私は落ち込んでいたところだと嘘ついたね。私10歳になったら治るの。お父さんと一緒に旅行に行ける。もうもちろんだ。病気は10歳で治るぞ。やった。どうする?1年経過。そこへ再びソルデ王国を悪夢が襲った。まだ王様にもなってないもんね。クマチ、助けておくれ。うわ、出てきた。またベコリオ。ベコリオがまたやりやがった。16年前の再来だよ。国の足手まといを燃やしちまうんだと。あいつは人間じゃねえ。人を大量に殺し始めた。悪夢は終わらない。すごいなぁ。そんな運命だったか。ジニーなぁ。なんか生きてるんじゃないかみたいなね。ちょっと希望を持って考察もしたんですけどね。なんかそれもこう叶わずっていう。いや、この胸くそはすごいなぁ。こんなこと描くんだなぁ。ワンピースで。この後、まだボニーが、年々の実っていうのを食べてる素振りもないし、まあ、ベコリオっていうのが、ソルベ王国っていうのを北と南の、にをこう半分にして、下にその貧乏人とか貧しいやつっていうのを、まとめようと。上下をつけようみたいな動きをしようとしてて、それを未然に、革命軍によって阻止されたっていうね、ベコリオが悪政を敷くことは、なかったっていう話で、それがもう16年も前のことなのに、まだ王様だったっていう話なんだね。その王様、ベコリオがね。で、年としのみっていうのはボニーはいつ食べるのかっていうのと、性玉林、牧師っていうこととかで言うと、ね、その南北で差別をするとかっていうこととか、牧師でしょ?で、王様でしょ?とかって考えると、クマってキング牧師の要素っていうのは、やっぱり取り入れてるだろうなって小田先生はそうだろうなって思ってて、なんかいろいろ調べてたんすよね。ね、アメリカのその黒人差別っていうことの歴史において、まあね、キング牧師っていうのは、こう避けては通れない、名前でもあって、ジムクロー法とかね、ね、廃止するための働きかけを行ってたのが、キング牧師っていう人と、マルコム X っていう人、キング牧師っていうのは、その、ガンジーとかからの影響を受けて、非暴力というかね、黒人と白人っていうのが、こう、平等になるべきだ
っていう、ゴール。マルコム X っていうのは武力行使も辞さないと。一部ではその、キング牧師のことを否定するような時もあったらしいんですよね。非暴力だけじゃ何も解決できないっつって、武器を取って、武力行使も辞さない形で、ね、差別のない世界っていうのを実現しようとしてたのが、マルコム X っていう。これ革命軍のドラゴンだ。絶対に。その非暴力っていうのもこれもう絶対に、ね、クマじゃんっていうさ。そうなってくるとアメリカのその差別の歴史とかっていうのに、やっぱりヒントは隠されてるなとか、私は考えてて。で、これどっちもね、悲しいかな。銃殺されてるんですよね。暗殺されてるんですよね。キング牧師もマルコム X も。まあ、それで言ったらガンジーも暗殺されてるし、いろいろなこう、偉人が世界の変革の渦中にいて暗殺されてしまうっていうのは、この歴史がね、証明していることでもあるんですけども。乙姫がナイチンゲールとかなんですかね。ガンジーとかの雰囲気も出てますけど、グローバー博士も乙姫もベルメールさんとかも銃で殺されてるっていうのにはかなりねこう意味があると思ってて、ドラゴンって最終的にどうなるかって考えると、やっぱりこう銃殺されてしまうっていうのがこの辺の現実世界の歴史から見ても結構濃厚なのかなとか私的には思ってますね。ドラゴンも結局やっぱり最も危険なね思想を持ったやつですし、親から子に意思とか思想っていうのがこう受け継がれていくみたいな描写がある中で、やっぱりみんなこう死んでいってるからね。ドラゴンも最終的にはそうなってしまう運命なのかなとか、結構思ったりしてますね。ボニーの出生は分かりましたと。ボニーは、ジニーとジニーをさらった天竜人との間に生まれた子供っていう、天竜人の血を引いた子供っていうのは分かったんですけど、マリージョは年の身でソルベ王国の現王太后のコニーに化けてマリージョは出入りしているっていう描写があるんですよね。似てないんだったらいやいやコニーさんじゃないですよねって多分なる中で、通すやつとかも騙せてるっていうクオリティの変身ができてるっていう、この説明はまだできないよね。なんでそのボニーっていうのはソルベ王国王太后のコニーになれるのかっていう、ジニーはもう死んでしまったわけで、ジニーのお母さんがコニーっていう話なのか、だからなれるっていう話なのか、なんかその辺の説明がね、先週考えたのがなんでボニーがコニーになれるのかっていう、コニーなんてもともといなかったんじゃないかっていう結論を一個考えたんだよね。ボニーっていうのがね、お父さんを改造したベガパンクっていうのは許せないと。で、マリージョンにも出入りしなきゃいけないし、ベガパンクには会わなきゃいけないっていう中で、その現在のベコリオだったらダメだけど、ベコリオじゃない協力者、クマのことを尊敬してる誰かとか、なんか一部始終を見ていた新たな王様みたいなのが協力者だったら、ボニーが年齢操作でコニーっていう王太后になりすまして、何年か過ごしてれば、マリージョンに出入りできるんじゃないか。だからコニーっていうオリジナルのおばあちゃんはいないんじゃないかみたいなさ、そんな話とかねさせていただいたり、であとは一つの希望としてはジニーイコールコニーで年齢操作されて今もまだ生きてるんじゃないかみたいなさ、希望的観測で考えてるときに、いや胸クソにも程があんだろう天竜人、ちょっと一回ぶん殴んねえとダメだなやっぱりな。本当に救いがなかったね。ギリギリのところで助けられなかったとかさ、なんかあの時ああしていればみたいな後悔がこう先に立つような話かなとかも思ったんすけど、そうでもないもんね。もうどうすることもできなかったって気づいたらさらわれてて、もう二度と戻ってくることなくて、でギリギリ晩年に最後子供を連れて戻ってきてくれたっていう、クマがたどり着いた時には病気で何の処置も与えられずに病気も進行した状態でボロボロになって、ボロボロの船で子供だけを守りながら最後思い出の教会に足を運んで、亡くなっていたっていうところでございますからね。あ、ネームみたいな絵なのは原稿間に合わなかったからなんだ。あ、そうなんだ。あ、本当だ、原稿上がりませんでした、ごめんねっていう。熊川からの公開とすれば、あ、いやでも断るしかないよな。バッカニア族の血を受け継いで自分の両親がどういう目にあったか、自分がどういう目にあったかを考えると危険にさらすわけにはいかない。ジニーが可愛く育っていった時に天竜人と接触しないようにしなきゃいけなかったって話なのかな。いやでも防ぎようないよな、馬側からするとな。断っても断らなくてもいずれにせよ天竜人にその綺麗になったジニーがこの見られる機会があったら結果同じだからね。多分天竜人の命令だったらどんなやつでも来るよね。サイファーポールイージスゼロなのかね、海軍大将なのか。宝石になる病気もちょっと気になりますね。まあ多分ジュエリーボニーっていうのはこっから来てる感じはしますね。なんか年々の身によって感知できたみたいな話なのかな。イム様の能力とかそういう風になってくるとあんのかな。イム様の能力が何かによっては、なんかそのキング牧師のめちゃめちゃ一番有名なその演説に I have a dream つって、私には夢があるっていう、あの冒頭から始まる演説っていうのがあるんですけど、なんかそことかもこう読んでるとさ、私には夢があるっていう最後
を遂げそうな感じがしてくるしな、クマが。で、夢っていうのはやっぱりワンピースではかなり重要なワードでもあるんで、人の夢は終わらねえとかもあるしね。イム様幻獣種爆だと一番怖くない？配置された夢の大事さみたいなのを考えると、イム様が夢を食べる幻獣種爆だったら、なんか一番怖い気がするな、なんか個人的に。そうそう、爆って食べてたからそれも根拠になるわけよ。いや、さすがに誘拐で腹ませで、病気になって捨てられて最後死ぬってさ、いや、これもうぶん殴るだけじゃ済まねえ感じするよな。もうマリージョアごとやっぱぶっ壊さないとダメよ、これもう、やっぱり。非暴力で運動をしてデモをしたりして、地道に訴えて解決するっていうさ、この乙姫の言葉を借りるなら、その犯人すら恨まないでっていう話じゃないですか。ワンピースで描こうとしてるのはさ。いや、ふざけんじゃねえよ、つって、立ち上がったのはフィッシャータイガーであり、マルコム X であり、革命家ドラゴンなわけで、非暴力でなんとか解決しようとしてるのが、ガンジーであり、キング牧師であり、クマでありっていう、まあクマは革命軍としてね参戦してますけど、この問題っていうのをどういう風に解決するのか 95% 99% ぐらいあるかな。いや、もうぶん殴んなきゃ気が済まねえっていう話になるわけじゃん。これを小田先生がこの少年漫画で描いてるのがすごいよね。